はい、今日は大月華道さんの青い水盤に上からの視線を意識した作品を生けていきますね。まずはこれお正月の時に使った苔梅をこう土台っていうか、今日剣山なしだからこれ花留めの代わりにもなりますよね。さあこれに合わせていくのは、さあやっぱり八重桜、綺麗ですよね本当に。今年ねなんかお花見あんまりできなかったですもんね。ま、川べりなんかで咲いてるのをこう車でさーっと走ってね、横目で見るだけ。うん、せめてここで最後のお花見といきませんか。さ、サクサクと八重桜入れていきます。この作品下いけ何にもしてません。この作品本当に一回でパッと入れて完成でした。時々何回下いけしても決まらない作品もあれば、今日みたいにパッパッと入れて、あ、これで OK っていう作品ありますよね。うん、私も今日頭の中にパッと描いてた完成作品通りのものが実際にこうね、実物として出来上がって、すっごく気持ちよかったし楽しかったです。さあ桜が、うん、たっぷり入りました。そろそろカサブランカの出番ですよ。カサブランカってね、やっぱり大きくて存在感があるから、ちっちゃい作品ではね、あまりにも迫力ありすぎてバランス取れませんよね。でもこのくらい大きかったら3本入れちゃいます。はい、3本目は、うん、左側のサイドキュッとこう下目に入れました。ちょっともたついてますねここ。さあそろそろ引いて全体の、うん、カメラもうちょっとしたら引きますからね、待ってくださいね。あ、その前にカサブランカギュッと、あ、カサブランカでごめんなさい、スノーボール入れていきます。私作品入れるときに花材と器の接合面、神経すっごく使います。この作品もスノーボールを口元のところにキュッと入れますね。どんな作品でも器と花器の接合面、接するところね、神経使ってください。さあそろそろ入れるかな。前にスノーボール、まだ入れない、後ろにモコモコさしてるね。全体見たらこううまーくこう桜が、あ、今桜一本入れたでしょ、あれでこう真ん中のほたりのこう高低つけたんですよ。さあそろそろ前にスノーボールギュッと入れました。はい、どうでしょう、完成です。
今日の作品どうでしょう。今年最後のお花見になりましたでしょうか。